两百条灯条打造的天幕椰蛋树吸引民众大拍美照，广场上的货柜屋还能品尝到各式美食，其中来自日本的牛奶引起不少人的兴趣。很浓，然后有甜甜的味道，很好喝，很适合小朋友喝。浓郁口感受到台湾消费者的喜爱，日本牛奶除了依照气候与地区各有不同饲养方式外，检验流程也十分谨慎。酪農家から搾られた牛乳は乳業メーカーに運ばれますが、乳業メーカーでは政府が定める衛生管理の基準、これをしっかり守って、安全な牛乳乳製品を日本全国で製造しています。今回のイベントは日本のですね、代表する6社20商品をお持ちいたしまして、台湾の皆様に日本の牛乳乳製品の美味しさを知っていただくイベントを開催いたしました。大批人潮排队试吃试饮，期盼透过推广活动，让更多人品尝高品质的日本乳制品。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。